こんにちは、億万長者がしょご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。そうですね、伝説の100時間ライブだったんですか。あの100時間ライブもね、まあやりきったね、まあ、桁外れですね、やっぱりね、やることや発想が、だからものすごく難しい SEO を攻略して検索上位にサイトを上げるっていうのも、それからものすごくね面白い動画を編集して、それで切り貼りして作って、音楽入れてテロップつけて、で検索上位再生回数1000万回にするのも本当行き切ってるんですけども、まあ、私たちはね、私は吉谷さんはどっちかっていうと、そういう風なあのテクニックとかじゃなくって、単なるね根性でもう時間を投入するぶち込むことによって、本当凡事徹底でですね、小細工抜きの突破でもう量で圧倒することによって、まあ言ってるところありますよね。だからいわゆるこれ、こっちの方が誰でもできる方法だと思うんですよ。でも誰でもできるんだけども、そこまで振り切ることは誰にでもできないってことですかね。で、まあ恐縮ながらですね、たくさんサイトとかたくさん動画を作ってる方がいますけども、まあ見るとね、まだ全然たくさんじゃないなっていうところでやってるんですよね。もう1日に3つとか5つ動画作るぐらいじゃ全然ダメだと思うんですよ。もっとね、10個とか20個の単位で毎日やっていかないと、まあ私でもですね、まあ吉田さんもそうかもしれないですけど、私でもね、30本以下の動画アップロードで終わる日はもう1日ないんですよね。まあですから、30本以下の日がないところに向かってですね、3本とか5本とか一生懸命作って、それでなんとかいつかはチャンスがあるだろうかっていうのは、これはないかなと思うんですよ。ものすごく運が強くないとなかなか引き寄せられないと思うんですよね。で、自分のことが運がいいと思うんだったら、いつか運が向いてくるだろうと思うんだったら、そのままでいいと思いますけども、運任せにして人生を棒に振るいい例になってしまうんで、もうちょっと力込めないといけないのかなと思います。で、吉田さんが100時間ライブをやってるように、私は1万4000サイト作ってるわけなんですよ。で、1000本が1単位と思って、まあ、10本超えて14本で、まあ、1万4000サイトなんですけども、あの吉田さんもね、二度と100時間ライブやらないと思うんですよ。私も二度と1万4000サイトは作りません。でも人生の中で、これは人生を終えるときに絶対に自分の歴史として思い出すなっていうのが100時間ライブだと思いますし、私も1万4000サイトだったり、3年間で1億3800万だったりね、 YouTube をたくさん作ったことだと思うんですよ。そしてその YouTube を通じて出会った方が、まあ、1000名以上いらっしゃってね、1000名以上っていうのは要するに会った方じゃなくて、速稼塾に参加してくださった方ですよね。で、世界を回り、日本中47都道府県回りってことだったんですけども、これ桁外れなんですよ。でもネットビジネスを取り組む人は多分ね、ここぐらいまでやらない、この10分の1もやらない、100分の1もやらないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、ちょっとそれじゃあな、足りないんだけどなと思うばかりです。1万4000サイトを作る間で、私はですね、なんと言いますかね、外食もしましたし、デートもしましたし、女の子を口説いて結婚もしましたしね、ちゃんと子供もできましたし、47都道府県の旅もしたしっていう感じで、やりながらでもそこまでね、私生活をそぎ落としたかなと思ったら、そうではないんですよね。本もやっぱりたくさん読みましたしね。で、異業種交流会行ったら、ランチ会行ったりとか、セミナーやったりとか、はたから見たらいつ作ってんだろうみたいな状態だったと思うんですよ。でも、今300サイト作りました、1000サイト作りましたみたいな、そんなね、動画も上げてましたし、まさかね、1万を突破するなんてことはなかったですし、その頃はもうね、なんか、いくつサイトを作ってるかって意識もなかったんで、1万サイト突破ですみたいなこともやらなかったんですよ。もう完全に意識は別の方向いてましたからね。まあそう考えると、呼吸をするようにそれをやってたんだなと思いますし、やりきった時に気づいたことっていうのは、ああ多くの方はここまでできないんだとか、私が大してロークを感じてないものに多くの人はものすごいロークを感じるんだなと思ったら、誰でもできますよっていうふうにはなかなか言えなくなってきたなってことなんですよ。だから、久保さんだからできるんですよ、吉田さんだからできるんですよって言われた時に、その通りですと言うしかないんですよね。だったら、あなただからできたんでしょって言えることをあなたには見つけてほしいなと思うんですよ。誰でもできることを誰もがやるレベルでやってたら、それは誰もがやっている結果しか出ないんですよ。要するに今多くの方が職とか収入を失ってものすごく困ってますよね。だからそこに同じようになってしまうってことなんですよ。まあ、ですんで、多くの方と同じようになりたかったら、なりたくなかったら、多くの方がやらないようなところまでいかないといけないのかなと思いますけどね。